さあ、今宵も行きましょうか。本日は宝島愛美さんについてお送りしたく思います。で、現段階ではね、すべての経歴が分かっているわけではありませんが、ちょっとね、お聞きいただければと思います。まずね、宝島愛美さんに関しては、今報道で言われている範囲で言いますと、その連れ子だったんですよ。宝島幸子さんの子供で、で、宝島龍太郎さんと再婚したことによって宝島という名字に変わっていくというようなところでございまして、小中学校は文京区に通っていたそうで、どうもね、公立の学校に通っていたそうなんです。で、そこでね、関根制覇と同級生、まあ当時のね、関根制覇は丸米味噌の CM に出ていそうな坊主頭でひょろひょろの少年でございまして、高校に関してはね、いろんな噂があるんですけど、その江戸川区にある関東第一なんじゃないのかって言われております。でね、高校時代の写真が出ていて、でリボンがあったんで、ちょっとね、調べてみたところ、あれ一緒なんじゃないのかなっていうね。なので、おそらく関東第一に通っていたのではないかと思われます。まあ10クラス以上あってみたいなね、そういう話なんで、まずそれで間違いないのかなと思いますが、そしてその後ね、金髪のギャルになっていた。まあメイクもね、まあ当時はね、そのヤマンバメイクの後に白ギャルみたいなのが生まれて、ああいうメイクも、その目の周りがね、パンダみたいなね、そういうメイクも流行っていた時代なんで、まあそういうのもあるだろうと思うんですけど、どうしてもね、江戸川区関東一高、そしてその後のギャルの写真から想像するに、まああとね、クラスのそのカーストの中でも上位で、悪そうなやつらから姫みたいな扱いを受けていたっていうね、そういう証言もあったみたいなんで、これ結構やべえぞって思ったんですよ。というのがね、関東一高は確かにすごい学校なんですよ。ただそれはね、スポーツが盛んで、スポーツをやっている人はまあすごい人が集まっているというところもあるんですけど、それ以外はね、近年はね、進学コースっていうのもできてきましたけど、当時は多分なかったはずなんですよ。あったのかな、どうなんだろう。で、それこそね、昔は不良のたまり場みたいなね、割とその学力が低くてもいけるみたいな、そういう高校だったんですよ。まあ、近年はスポーツでだいぶ名前を売って、状況は徐々に変わってきておりますが、私のね、その後輩なんかもね、レスリングで行ったんですけど、まあやっぱね、私立なんですけど結構自由みたいで、やっぱり運動部なんてお腹空いちゃうわけじゃないですか。もうピザをケースでね、箱で抱えながら食べて家に帰るみたいな、そういうことも普通にやっていたみたいなんで、結構自由みたいなんですけど、まあ江戸川区って言ったらね、結構やっぱヤンキーも多い、そしてその学力帯でクラスの女王様で金髪ギャル、いや結構やばいぐらい我が強そうな気がしてならないなと思ったんですよ。いや、あの辺のね、しかも関東一高のギャルカースト上位、ちょっとね、やっぱりその辺をある程度知ってる私としてはね、ちょっとこれやべえやつなんじゃないのっていう、アンテナバリバリなんか電波が届いてるバリさんみたいな状態になってますよ。いやいやいやって。それこそね、ある意味ね、イメージで言うと木下ゆきなみたいな、そういう感覚に近い。で、そういう環境に近い。むしろ、木下ゆきなの育った環境も江戸川区の、ああいう、あの場所なんですよ。あの辺の場所。なんでね、もろ、多分空気感としてはね、人としての空気感はそんな感じだと思いますよ。ましてはね、悪い奴らを従えてたっていうね、そういう話もあるのであれば、多分ね、そういう系の女子なんだろうと。で、まあ、大人になってね、海外も経験して、ある程度大人、その精神的にも大人になった部分もあると思うんですけど、まあ、青春時代のね、そういうのを過ごしてきたっていうところで考えていくと、いや、ちょっとね、どっかに牙を隠していっそう、そういう気もします。まあ、一部、ちょっと話は脱線しながらで申し訳ないんですけど、なぜかゆいがのね、掲示板に宝島愛美さんとミクがちょっと比較されて書かれていたんですよ。あれは、愛美さんは花があるとかね、
まあ、ちょっと様子の部分で比較されていたんですけど、多分中身は、タイプは異なるけど、やっぱ、牙は両方持ってたんだろうなとはちょっと思いました。まあまあまあ。で、大学に関してはね、ちょっと不明。現段階では不明。ただね、SNS、Facebook であったり、その Instagram を通じて、学生時代の仲間ともしっかりと交流は取っていたみたいなんです。ただね、一番多分楽しかったのって高校から卒業してのそのギャル時代だと思うんで、そこら辺がね、メインの交友範囲だと思うんですが、ただね、そこはね、関根制覇関わっていないんですよ。で、大学を卒業してからもちょっと不明ではあるんですが、まあ、韓国系の人と交際し、で、ロスの方で、コリアンタウンでバー経営などなどを行って、まあ離婚してまた日本に戻ってくるというようなところなんですが、当初はね、まあ出戻りして、高島さん夫婦とも仲良かったそうなんですよ、当初はね。で、これはね、その地元の人の証言なんですけど、で、その関根制覇と付き合うようになってから徐々にね、やっぱりそのヤンキー気質なのかどうかわかんないけど、その私の男に文句言わないでみたいな性格なのか、やっぱりね、関根制覇に経営者である、その高島龍太郎さん、幸子さんが文句を言うと。で、そこで、あいつらにへりくだんなくていいから、へこへこしないでいいから、言うこと聞かないでいいからっていうふうに旦那さんに言っていた、まあ旦那さん、関根制覇に言っていたみたいで、徐々にね、関係が悪化してったみたいなんです。なので、もしかしたらね、そういう元々の性格、プラス関根制覇のその空気入れの両方で今回そうなった可能性もあるんじゃないのかっていうふうに、ちょっとね、私も傾いてきました。当初はね、関根制覇に、まあ、どんどん洗脳されたんじゃないかっていうふうに思っている私がいたんですよ。ただ、複雑な家庭環境、先ほども言いましたが、龍太郎さんは血縁ではないと。いうようなところとかね、またはその役員外されて、その完全なる血縁の妹が役員になっているとか、っていうふうに考えていたんですけど、多分それもあり、で、まあもともと、ちょっとヤンキー気質もあり、だと思うんですよね。どうなんだろう。今のところそういうような証言は出ております。いやー。まあ先ほどね、関東一高はそういうふうにちょっとね、言ってしまいましたけど、本当に進学コースができて、近年はね、いい学校にもなっていて、やっぱできる子はやっぱできるんで、どんどんね、学力も上がって、いい大学に行くっていう子も結構います。ただね、やっぱ、ヤンキーもやっぱそれなりにいたんで、で、そこで、姫っていうね、で、あのメイクを見ちゃうと、ちょっとってどうしても思ってしまうんですよ。なんかね、急に、そこら辺を調べてったら、急にきな臭えなぁ。なんだこれって。で、すんげえ感じてしまったんですよ。いやー。まさかね、まあ、今んところ言われているのが中学校はね、神田一橋なんじゃないかとか、もしくはね、麹町なんじゃないかって言われているんですけど、意外とね、千代田区って、富裕層が多いから、公立でも越境していく子ってめちゃくちゃ多いんですよ。それこそ、なんだっけ、ジャガー横田の息子も、麹町に通っていましたよね。実際ね、塾であったり、家庭教師にお金を払えるような学校じゃなくて、ご家庭が多いんで、通常の公立よりも、全然、進学実績が高いんですよ。いい高校に行くケースが多いんで、だからね、ちょっとそこはね、スルーしていたね。ただ、あくまで、リボンが一緒で、っていうだけで判断しておりますけど、もしかしたらね、それであるのであれば、いいって、ちょっと思ってしまった私がいます。いやー。ではではでは、そんなようなところで、今後ね、いろんなものが出てきそうな気がする。関根の洗脳的なものもあるかもしれないし、高島愛美さんの気の強い部分が出てくるかもしれないしね。いや、まだまだなんか、本当何が出てくるかわかんないっていうのがね、この事件。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録お願いいたします。またね。